奥平忠孝。像、奥平忠孝、寛営9年1月5日は、江戸時代初期の大名、美濃加納藩の第三代藩主、第二代藩主、奥平忠政の長男。母は、里美義頼の娘陽春院伝。性質は、坂井家継の娘。官位は、十五位下、日高み。松平忠孝とも呼ばれる。慶長19年。 父の死去に伴い後を継いだが、幼年のため祖父、奥平信正に政務代行を託した。翌慶長20年祖父の死後は、祖母の亀姫の補佐を受けた。寛永2年に死去した祖母の葬儀は、忠敬が喪主を務めることとなったが、18歳と若年の忠敬に代わって、葬儀の差配は、叔父の松平忠明が取り仕切っていたと思われる。寛永9年1月5日、 25歳で死去した。法后は、大林隆史公実総院。忠敬の死後に生まれた息子右京は、生来から病弱であったために、幕府からは、家督相続を認可されず、加納藩奥平家は改役された。なお京は、寛永12年7月8日に4歳で死去した。加納藩には、いとこの大久保忠主職が予報された。忠だについては、 関係資料が少ないが2018年に徳川家光から忠高に当てた聖母霊状が確認された。ありがとうございます。